未来のプロ野球選手が躍動しました。東海北陸7県の中学硬式野球チームが競うドラゴンズカップの決勝戦が今日バンテリンドーム名古屋で行われました。ドラゴンズカップには16チームが出場。決勝戦は愛知の三河安城リトルシニアと静岡の岩田ボーイズの対戦となりました。試合は3対1で岩田ボーイズの勝利。終了後、両チームにメダルなどが授与され、中日ドラゴンズの吉川勝也球団社長は、この中から将来バンテリンドームで活躍する選手が出てきてほしいとエールを送りました。